はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は皆様にも起こりうる、はい、クソみたいなバグ、こちらを皆さんにお送りしていこうと思います。ガガチャのーケース、記事局のーケースケです。ポン！ということでね、先日動画でね、魔法の食料に関するバグとかね、動画にいたしまして、で、皆さん、視聴者様にもね、どんなバグが起こってるかっていうのをね、コメント欄で教えてもらいました。で、そこでね、マルチで防衛施設工事中なのに攻撃してくるバグがありましたっていうね、コメントいただきまして、はぁ、そんなバグあるんだと思ってたんですけど、なんと、昨日ね、俺も実際に遭遇いたしました。はい。投石機、工事中なのに、なんとびっくり、攻撃してきたんで、ちょっと今回はね、そちらのバグですね、リプレイをね、皆さんにお送りしていこうと思います。なので、クラッカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今年の目標は登録者12万人ももちろんだし、あとね、チャンネル総再生数1億回目指しておりますんで、はい、お暇な時にでも実況主の動画見に来てくれたら嬉しいなというふうに思います。ということで、早速、マルチの方で防衛施設、工事中でも攻撃してくるバグ、こちらを皆さんにね、注意喚起でお送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。まあ、そのバグがね、こちらなんですけど、はい、このハリーポッターさんのね、村に攻めました。で、はい、投石機、工事中です。で、ちゃんとさ、工事中の防衛施設って、範囲がさ、赤く表示されるんじゃないですか。もう工事中。で、大工さんもね、しっかりと、工事してますよね。これひどかったですよ。はい、こっからね、ウォーデン出して、はい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 、攻撃してくるのに、ふざけんなよ。この弾、この弾、どっから出てんだよ。ふざけんなよってなりますよね。はい、はい、はい、攻撃してる。もう、頭きてビビドラ出したもん、俺。で、こっちにも、投石機あるんですけど、こっちの投石機もね、攻撃してくるんで、ちょっと、見ていきましょう。うん。で、ん？ちょっと待ってよ。あれ、このクロスボウとかもさ、2秒弾も工事中か。あれ、これ攻撃してきてんのかな？ちょっと待って、俺投石系しか見てなかったんだけど、他の防衛室攻撃してきてんのかな？ちょっと待って、見てみましょう。待って、ここら辺は、はい、はい。ね、あぐき表示されてますよね。工事中ですよね。これも工事中ですよね。工事中。で、待って、攻撃してなかった、今。待って、攻撃してなかった、これ。クロスボウ攻撃してなかった。おいおい、ふざけんな、ふざけんな、お前。お前、ちょ、工事してんじゃねえか。工事中何クロスボウ弾撃つんじゃねえよ。おい、おい、おい、むちゃくちゃでも、こっちも攻撃してんし。おい、ふざけんな。工事中なのになんで弾出るんだよ。なんで弾出んだよ。変なことしないって言っといて変なことしてくるやつじゃねえかよ。待って、この、インフィオタワーも、このインフィオタワーも攻撃する、攻撃するのかな？おい、ビーム出てるって。ビーム出とるじゃねえか。お前、工事中で燃料切れなんだよ。なんでガソリン入ってない車が走るんだよ。走んねえだろ、ガソリン入ってない車。走んねえだろ。整備中の車は走れねえだろ。なんでこう、ふざけんなよ、これ。ごめん。投石機だけじゃなかった。全施設、工事中の全施設、攻撃してきてました。まあ、この投石機でしょ？ 1、2、3、4、5、5施設工事中なのに攻撃してきたからね。ふざけんなよ。これさ、マルチだと、マルチさ、全部工事中の防衛施設全部攻撃してくるのかな？ちょっと検証やっていきましょうか。はい、じゃあ今マルチね、工事中でも、今ね、攻撃してくんのか、そういう仕様になってしまっているのか、ちょっと検証していきましょう。工事中の防衛室は、中の方なんでちょっと難しいんで。あった。はい。ここの水塔、攻撃してくんのかな、これ、水塔。ちょっとやってみましょう。ちょっと、じゃあ、どうしようかな。ベビドラを出すと、攻撃してこない。水塔は攻撃してこないですね。上に人が乗ってないからかな。攻撃してこないな。他いないかな。こっちの水塔ばっかりだな。水塔は攻撃してこないのかな。ちょっともう一回、
じゃあ、アチャクイでちょっとやってみましょうか。アチャクイでこう能力ね、発動していくと、水筒は、あ、水筒は攻撃してこないですね。なんだろう、施設によるのかな。はい、なのでね、皆さんも、ちょっとね、工事中の、施設からね、攻撃されたっていうね、報告がありましたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。あ、ここちょっと、インフィノタワー、ちょっとやってみようか。インフィノタワー。さあ、ここから能力発動してって、あげて、あ、待って、攻撃してんじゃん、攻撃してんじゃん、そう、攻撃してんじゃん、ダメだよ、ダメだよ、おい。おい、普通に標準装備じゃん。水と攻撃してく、水とは攻撃してこなかったけど、インフェルタワーはさ、もうそういう仕様になってない、そういう仕様になってない、もう工事中でも絶対攻撃してくるバグじゃん、毎回起きる。待って、もう一回探してやるよ。ダメだってこれ。おい、やっぱそうじゃねえかよ。おい、もうマストになってんよこれ。絶対攻撃してくるじゃん。もう絶対攻撃ダメだって。ふざけんなよ、これ。ふざけんなよ。ほんと、皆様にも起こりうるかもしれないどころじゃないよ。絶対起こります。そう、動画冒頭で皆様にも起こりうるからもしれないんで、注意してくださいって、最初入ったじゃないですか。違います。なります。絶対起こります。はい。あ、絶対じゃないかもしれないけど。はい。じゃあ最後にですね、星ボーナス、解禁されてるんでね、ちょっと、やっていこうと思います。そうですね、ここの村どうしよっかな。透析機に5をぶち込みたいですね。透析機に5をぶち込みたいから、ここと、3箇所ぐらいか、隠せばいけるかな。いきます。ここ隠して、で、ウォーデン、ズドンでやっていけば、あー、全然違うとこ飛んだ。全然違うとこ飛んだ。もういいや、こっちから行くか。もう全投入で行くか。はい。もう、はい、つけて、で、アチャクイとババキン入れてってあげて、さあ、もう全投入していきましょう。はい。で、さらにですね、どんどん壁開けの方ね、やってってもらって、行ってあげての、さあさあさあ、行ってこいよと。って感じで繋げていってあげてね。で、あれだな、これあれだな、工事中のインフィオタワーあるな、これ。おい、工事中のインフィオタワーあるぞ。あれ、ちょっと待って、あれひょっとして攻撃してくんのかな、あいつ攻撃してくる。あ、待って、攻撃してこないぞ。いいぞ、攻撃してこない。あ、攻撃してこない時ある。攻撃範囲外とか、範囲以外だから攻撃してこないワンチャンあるぞ。攻撃してこないワンチャンあるぞ。いいぞ。なんか来るか、ついに来るか、攻撃してこないか、どう、攻撃してこない。あ、攻撃はしてこない、攻撃してこないぞ、このインフィオタワー。一応ある、一応攻撃してこない時もあるんだ、攻撃してこない時あるんだ。なんだ、インフィオタワー。マルチインフィオタワーだと攻撃してこないとかあんのかな。いや、さっき攻撃してきたか。攻撃してこないっていうことも一応あるみたいです、皆さん。いや、でもさ、マルチでさ、散々さっきもさ、攻撃されてたから、もう信用できねえよ、このゲーム。信用できねえって。たまたま攻撃されてないだけの可能性あります。ベースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はね、マルチでね、工事中の防衛施設がね、攻撃してくるバグですね。こちらがね、頻繁に起こるよっていう、そんな動画、お送りしていきました。はい、ということで、このバグはね、早く直してください、公式さん。はい、ということで、こういう風にクラカー動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。